もう本当にこの企画が復活したことが信じられなくて今でも涙が出て画面が見えない。いや画面は見て、それ見てないってことでしょ。 つまり言いたいのはコーナー動画見てませんってことやめて。ロペより愛着と母性本能が駆り立てられる存在はいないな。あなた男でしょ。その男性の方がロペに母性本能感じたらもう世も末です。プレミアでハットトリックしたロペスもスタメンで出れるか怪しいくらい今週の日本代表強すぎた。ほんとそれほん強かったね。相手にロペスさんいたね。ほんでね、コメントでめちゃくちゃ来たけどね、ペルにロペスいますよっつって。身長高くてもヘディングで決めれないのがロペスだったのにちょっと感動。320万円スーパーサンクスサンキュー。だからこのウィーレ2018では逆に足で1回しか決めてないんで、もう頭でしょほぼ。あとごっつぁんゴールか。ちょっとどういう成長していくかっていうところ気になりませんか。ワンタッチシュートください。ロペのゴールパフォーバーと一緒だ。めちゃくちゃ嬉しい。よくぞ気づいてくれました。バーチャット3と同じパフォーマンスです。私もコメント欄で気がつきました。顔芸とジェスチャーで今までシルバとかと飯いけてたの込みお化けすぎるのでは。ちょっとマジレスやめてください。ロペスは人たらしなんです。わけもわからないやつにポジション奪われる。アグエロに同情します。アグエロさんとはちょっと一発ねお話ししておいた方がいいかなということで、今回ちょっと食事に、お誘いさせていただきたいと思っております。マンチェスターセレブ厳しい戦いを制し1-0の僅差で勝利、貴重な決勝ゴールを挙げたヤートレのコメント。いい形からゴールを決めることができたよ。次の試合でも結果を残せるように頑張るよ。頑張ろう。見てください、右下ゴールランキング2位です。本日のスケジュールを見ていきます。日本代表戦があるということで、まあ日本代表ユニ、まあこの前の金ちゃんもこのユニで撮影してしまいました。ハダースフィールドとやって、クロアチア、ポーランド、激アツじゃねえか。で、プレミアリーグの順位なんですけども、こちらも、いいとこ来てます。3位。トフィーズが負けなし。強いね。強いですね。ハダースフィールドは19位なんで負けるわけにはいかない。トレーニングなんですけれども、今無回転シュートを覚えている最中です。一応ハダースフィールド見ましょうか。ヨルゲンセンさん、コンゴロさん、はい、80万だね能力。コンゴロさんが一番能力高いかな。そうね、そうね。だつまりロペスが一番能力高いです。つまりやれるということ。スタメンです。そんでスタメンという情報をペプさんからいただいてます。はい、アグエロを追いやる男、それがロペス。ジェズスさんが左ウィングの右がスターリング。なるほど。ファビアン・デルフさん、ヤヤトレさん、ギュンドアンさんの3センター。やれるね。これはやれます。キーパーはエデルソンさんじゃないですね、今回はね。やっちゃおうかー！キックオフ。この試合に、勝って、ちょっと一回ね、一回、アグエロさんと、ちょっと和解の食事、行きたいと思います。アグエロさん、点取りますんで、やるぞ！やるしかないぞ。そろそろ10分になろうとしている中、ロペへのボールが一切来ません。このボールは使いません。どうなってますかこれ。はい、ね、後ろからチョコンはファールじゃない。うまっ、上がる、危ないね。まあいる位置が良かったでしょうけども、気迫を感じましたね。はい、内防さあ、ジェズスさん、いいボールだ。ジェズスさん、ないですね。ジェズスさん、ジェズスさん、クロス合わせてくるか。ジェズスさん、おーい、もうマジかよ。すごくないか、頭がもう光り輝いてる。こんなロペスを誰が想像しましたか。少なくとも私は全くジェズスさんとは仲良さげなんですね。さあマチェスター裏へのスルーパス。点は取られなくていいよ、点は取られなくていいよ、点は取られなくていいよ、点は取られなくていいよ。なんか嫌な感じしてた今。ペップさん怒る、これは怒りますね、ペップさんね。これはだって、ここは不正なんだ。まあ、ロペが取ります、ロペが取ります、ロペが取ります。大丈夫です。あと、塩じゃなくてよかったです、試合が。サイドのスペースへ走らせる。攻められてんだよな、普通に。あんま怒らせないがいいっすよ、ペップさんを。ただでさえ今日、朝ごはん、食堂の朝ごはんにカレーがなくなってるっつって、ぶっちぎりさんだから、ペップさん。朝ごはんはカレーだろっつって、危ない。そこカット、そこ取る、そう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 。そしたらロペ、
はいはい。デルク。内部。ロペス。スターリン。スターリン。ゆるく狙ったボール。スターリンをあえて追い越すボールを蹴ります。このボールはカットされます。仕掛けるタイミングを測る。Okay, okay, okay, okay. さあ、ロペの頭に合わせればいいだけです。ほぼコーナー、こんなものは。ほぼ。ほぼコーナーノイボ。はい。さあ来た。え、スターリングマジで何してんの？何もしてないよ、あなた言っとくけど、今シーズン。ロペル、はい？何もしてません、あなたは。おこれいい見るからに。前半終了、見応えのある好ゲームです。すごくいい試合作りながら、やっぱ勝ってアグエロさんとご飯行きたいんで、うん、こっちは、はい、1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。ナイスボールすぎ。さあシュートに行くのか。ハーランドじゃん。ほぼマジかよ。さあ窓から守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、うん、ちょっと狙ってみたくなっちゃったよね。してませんからね。ロペスこっち裏のスペース完璧。いいボール入りますよ。中はマイスイル。おお、スティーブ・ムニエ。いや、ディフェンスが素晴らしい。いや無回転が、はい、無回転覚えたいな、早く。無回転って、ってきましたよね、インパクトの瞬間にもう一回四角ですよね。いや、惜しい。1点じゃちょっと心配だから、もう1点取っておきたいな。はい。サイドのスペースを使います。お、これいいでしょ。ジェスさん、ジェスさん、はい。シュートに行くか。ジェスさん、ちょ、浮き球でお願いしたいっす。このまま終われば、勝ち点3を手にします。やばくないか、やばくないか。ナイキー。マンチェスターとしてはこのまま終わりたいとこですよね。耐えて。そうですね。そう、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところ。しゃー、ちょっと待ってください。もうロペが止まりません。皆さんブレーキがありません、彼には。また勝ってんな、エバートン。でも2位です。なんと2位、ユナイテッド負けたんだね。8試合7ゴール、バケモンじゃねえか。アゲロさん、どうすか日高屋。ああ、結構いいな。また試合終わった後、来ましょうね。ああ、お前、これから代表行くの？はい、シティで培ったものを代表に還元してきます。ああ。筆巻くん。え？筆巻くん、久しぶり。え、誰ですかあなた。三風だよ。三風？え、あの、そうだよ。なんかすごいリアルになって、あ、え、僕もリアルになったからあなたもリアルになったってことですか。そうだよ。あの、へ、ロペス選手ですか。はい。ザンです。おい、横入りするなよ。うるさい。は？ババアは黙ってろって。はあ？で、クロアチアとの親善試合です。スタメンです。アグエロさんからもね、しっかりとサッカー哲学学ん、得点ランキング1位になってます。しっかりとサッカー哲学を伝授させてもらいましたんで、クロアチアなんかでもメンバーえげつないでしょ、どうせ。ツバシッチ、ロブレン80でしょ？ビダ、ブルサリコ、ミリッチ、ラキティッチ、ブロゾビッチ、ペリシッチ、モドリッチ、マルコログ、カリニッチね。チョルルカとかもいるしね。バデリ、コバチッチが82か。マンジューさんがロペの完成形なのかなって気はしますけどね。
ヘッダー、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、チェイシング、逃走時、強っ。まあ、行きましょう。どういうメンバーなのか、日本代表がね。架空の人を入れないでください。オッケー、架空、筆脇ロペスのみ。元気さん、武藤、よっち、ロペス。素晴らしい、スリートップ並べてきたな。で、本田さん、ヤットさん、長谷部さん。はい。太田康介さんと長友さんの、両サイドバック。これはいいクロス期待できますよ。で、林明宏さん。ちょっといいね、FC といいね、いいよ、いいメンバーだよ。ブロゾビッチ・ラキティッチの2ボランチで、モドリッチが左、右がペリシッチか。で、トップがカリニッチかな。絶対に勝つ。これはカタールワールド杯の前哨戦みたいなもんです。今日はジョン・カビル、さざれ石の、やります。日本を背負って男することによって中盤にコンパクトな守備のブロックが作りやすくなりますからね、ええ、あとは特徴でもある前線トップの役割がポイントになってきますね。はい、そのロペ、こぼれ球のロペ、サイドのスペースへ走らせる、打つの、ね、元気さん、もっといい連携見せたじゃん、 J で。長友さんの駆け上がりがえげつない。撫でるようなボールタッチ、きた、素晴らしいシュート、かー、いやキックでしたし、コース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。入ったと思ったけど、ペリシッチからブルサリコ、裏狙いましたね。さあボールはペリシッチへ上がる、かい、強っ。ペリシッチのクロスか。いやだ、ちょっと競り負けてた、ちょってか。厳しい。いや、ロペも同じことやればいいだけ。遠藤へ、ホンダ絶好の位置で受ける、危ない状況だからね。はい、いい、はいはいはい、打たれるのを避けた。ロペとブロゾビッチのバチバチかな、これ。ロペとブロゾビッチのバチバチ、三角形狙うんじゃない、これ。この位置絶好の得点機でしょう。さあまずセットプレーの直接狙った。え、だ、太田、太田さん、さらに来る、クロスター直撃、ホンダへロペス。さあ長友さんがマジでいい。おお、これいいですよ。武藤からアーチのようなパス、ここは間合いを取る。いいよ、ほぼコーナー、ほぼコーナー。ロペの頭にボールくれればヘディングでぶち込みますんで。え、あー、ちょっとでも打ってんだ日本の方が。クロスちょうだい、クロスね、みんなクロス、ロペを信じて。いいよ、よっち、クロス、足元大事に行きます、クロス、いやー、距離を置いて構えてますけども、うん、背後のスペースを意識してるんでしょうね。それはスーパーミドル、いいよ、スペースへ出す、うま、このパスが抜ける、モドリッチに渡る、うま、シュート、ゴールポスト、オッケー、耐えてる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 。ここまでご覧になって、ウィンガーもっと張ってほしいな、シティみたいに。負けていますけども、攻撃が形になってるんですよね。はい、これは早めに1点決めていかないと。嘘でしょ、何なら入んの、じゃあゴール前。お互いゾーンの受け渡しに関して意思疎通が混乱してミスが起こりますから、逆にそこがチャンスになるので、さあ来い、積極的に狙って動いてほしいですよね。ゆるいボール、頭できた、いやー、ブロゾビッチ、ブロゾビッチから左サイド、この柔らかいパス、いや、ちょ、乾杯じゃん、普通に。長いホイッスル、チャンスもっと、ちょっと、結局前半のボールが、はい、あのシュートはすいませんでした、本当に。あれは決めなければいけなかったとは思っています、あれは。で、1対1が本当に入んないんだけど、どうやったら決まるんだろう。まだ日本代表でゴールできてないからな。ポーランド戦で開花するか。吸収すべきはマンジュキッチじゃなかった、レバンドフスキでした。どう、強いね、ポーランド。しかもなんかこう、クロアチアとはカタール、ポーランドとはロシア、戦ったことあるところと親善試合させてくれた、レバンドフスキ強っ。何ですかこれ。
シチェスニーも83か。クリホビアク80。まあやっぱ一番能力高いのはレバンドフスキ。でも80台がゴロゴロしてますね。絶対勝とう。プレミアリーグ得点王なんだから、ロペは。やっぱ KSK がやっぱスタメンなんだな。今回は酒井豪徳さんと酒井宏樹さん逆じゃないねえ、もし逆じゃない。めちゃくちゃ睨んでます。レバンドフスキをむちゃくちゃ睨んでます。顔のデカさが約3倍。本日の試合は日本対ポーランド埼玉スタジアム。そっくりだねレバンドフスキ。さあ行くぞ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 。日本日本日本選手にファビアンスキーでしたね。キーパーぶち込みます。レバンドフスキミリクでしょ相手、まあ、攻撃的に人数をかけるどぎついからなフォワードは。まあそうなってくると守備が手薄になるので、ボランチの選手たちがいかにカバーができるかが重要になってきますよね。なるほど、元気さん。さあ前半見ていきましょう。元気さん、いやー、酒井裏も狙えるっていうところ見せよう。ロペス、本田へ。ナイス本田さん、のパス。いいよ、タカシ。タカシ、ベー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 。いけるか。これ仕掛けるか。まずいな、まずいな。シュート。おい。いや、やってくるね。レバンドスキを引きつけて。いい連携。ゴトクさん。いいよ、クロス、クロス。嘘でしょ。ここで収まる。ちょっと待って、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 待て待てよ。ここでレフリー。埼玉スタジアムでロペのちゃんと流そうよ。ここはクロス。あ、ぶない。センター集中力いいですよ。ナイス。大カウント、さあ一気にカウンター、大カウンターでこれ。ねえ、ちょっと元気さん、これ入りましたよ。オッケー。ゆるく狙ったボール、この位置でボールを受けます。丁寧に足元を使う。はい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 、イエローカード、イエローユーハース。いや、いいドリブルしなして、おー、そりゃファールでしょ。あります。さあ誰に合わせるのか。打つ、おしゃれに、頭でやれ、おしゃれすんなよ。意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。裏を狙っていきます。きたー、受けてくる、シュート。決めきれない男、上田朝日さんに挨拶していく。ゴール裏の元気さんからいいパス出たわ。素晴らしい、こういうプレーもできるんだから。ロペは、最高。勝つぞ勝つぞ勝つぞ、ポーランドに。このボールは繋がりません。ナイボ、いやピッシェク、ピッシェクからサイドのスペースへ、ミリクからピッシェク、鉄壁、ナイス。これつなげよう、これつなげよう、ね、そう、はい、もうまだ時間ありますから、行くぞ。ませんよ、ね、抜けてくる。さあどうする。キープ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 、いいよ。もう一つ前に行きたい。スペース出ましたね。いいよ。もういいですね。いいよ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 。選手を変えるようです。縦にボールを入れます。そろそろ上を意識しました。しっかりと切り替えたいところですね。レバンドフスキ強っ。レバンドフスキ。オッケー。勝った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 。蹴ろ勝った蹴ろ蹴ろ勝った。いやさあ北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。日本としては相手をゼロで抑えたというのも勝ち方としては良かったですよね。
はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しいじゃねえか。さあ、ビカムアレジェンド代表でゴール決めました。4試合目にしてFA カップスタメン、素晴らしくないですか。ロペスの活躍が、プレミアリーグは2位になりました。はい。でなおかつですね、ゴールランキングを見ると筆脇ロペスとハリーケインさんが並んでいます。アシストはエリクセンさんか。で次回 FA カップでレディング戦、そしてライプツヒとのチャンピオンズリーグ、やばすぎで、スウォンジーですね。監督信頼度は 60% まで上がってきました。